夫とは別の外国人と落ち合って2023年7月、松川るい参院議員ら自民党女性局のメンバーらがパリを視察した際に、仕事とはいかにも無関係に見える視察を繰り返し、炎上した事案があった。エッフェル塔の前で記念写真に収まった面々は、エッフェル姉さんなどと呼ばれたが、その一人でもある広瀬めぐみ参院議員57の不倫現場を週刊新潮が報じた。 赤いベンツのハンドルを自ら握ってホテルでの宿泊デートを楽しんだ広瀬氏に今、ささやかれていることとはまずは報道内容をおさらいしておこう広瀬氏は岩手・盛岡の生まれで高校の同窓で弁護士である夫との間に一男一女を設けている。 専業主婦から1年発起して2001年に弁護士登録し2022年7月の参院選岩手選挙区で初当選を果たした2023年7月自民党女性局のパリ視察に参加したが仕事そっちのけの内容に批判が集まる 臨時国会開会中の2023年10月末議員会館を出た広瀬氏は夫とは別の外国人と落ち合って食事し新宿歌舞伎町のホテルに宿泊した翌朝その足で国会に出勤したスケジュールが夜までびっしり岩手県はご存知の通り長らく小沢王国として知られてきました が、前回の衆院選で小沢一郎氏が選挙区で敗北し、大きな風穴が開いたところで、2021年11月に自民党は参院選に広瀬氏を擁立することを決めましたその後の参院選で当選し、岩手県初の女性参院議員となったわけですと、政治部デスク広瀬氏は同じ自民党の東北選出の参院議員で同世代。 そして弁護士でもある森雅子氏と並び党内ではフェロモン系などと言われていたこともありましたどうそういう故障が政治的に正しいかどうかはともかく広瀬氏は当選直後から即戦力として活動してきた地元紙の岩手日報によれば スケジュールが夜までびっしり、昼食にありついたのは午後3時過ぎで、弁護士時代から食べるのは早くてナポリタンを10分足らずで平らげたといった記述があるちなみに体調管理の秘訣は、ほぼ毎日のようにジムに通うことなのだというあと2週間、我慢してくれればもしかしたら報じられた一件も彼女の中では体調管理の一環だったのだろうか。 超多忙な日々の中、息抜きが必要だったのかそれはさておき、岸田官邸は今回の1件をどのように捉えているのだろうか。精霊神への対応でそれどころではないというのが正直な受け止め方のようですが、官邸内からは、最初に話を聞いたときは、あと2週間、我慢してくれればとの声もあったようです、どういうことなのか。補選に絡んでのことですね。 3月月15日日日まででにに衆参両院がが出た場合4 4のの第4日曜日に選挙を行うとの規定があります今回報じられた一件は去年の話のようですから、官邸としては、仮に広瀬氏が辞職するにしても、3月15日以降にしてもらいたい。との思いがあるようですね。そうであれば、参院岩手選挙区の補選は10月に先送りできますから。 とはいえ、今回の件もまた4月28日に行われる衆院参選局区の補選にそれなりの影響を与えることになるだろう。官邸側は突き放している印象、影響がないといえば嘘になりますね。広瀬氏の出馬の動機は、弁護士として弱者に寄り添った経験から、もっと多くの人の役に立ちたいとのことでした。本来、個人的な問題だとも言えるんですが、 高潔なななな動機とと今回の一件とのの件整合性をつけるはは難しししく、有権者はなかなか納得しないでしょうね。不倫しても議員を続けている人はいますし現時点で広瀬氏が参院議員を辞職する動きがあるとは聞いていませんただ辞めるにしても直近の補選に絡まないようにしてほしいと官邸側は突き放している印象ですね 広瀬氏は報道後にコメントを発表し、不徳の致すところとして謝罪する一方、職にとどまって信頼回復に努める意思を表明している小沢王国をせっかく打破した与党としても、また新たな戦いを迫られるのは避けたいところだろう以下はネットユーザーの反応をまとめたものです。 自民党岩手県連の会長は裏金の一人、大将は鈴木財務大臣、みんなだんまり困ったもんだ。広瀬は地元に帰れないでしょう、エッフェル姉さん、姉さんではないでしょう、高級赤ベンツの不倫議員、のレッテルを貼られてしまったから、普通であれば日本中に迷惑をかけたから議員を辞めるのが当たり前、岩手県の皆さん、忘れないようにしっかり覚えていてください。 政治家の不倫の話が出るたびに思い出すのはミッテラン・フランス大統領のエアローという言葉です。不倫について追及されたときに、大統領が答えた言葉です。だからどうした、という対応です。フランスと日本の社会風土の違いというのはあるにしたも、日本は芸能人の場合も含めて不倫に対する対応が過剰反応です。 誠心で追求されている人たちは議員辞職に値しますが、不倫ぐらいで辞めることはない、頑張ってほしいと思います。ホテルには行った、知り合いの男性と泊まっただけ下手な言い訳するよりはマシだけど立場上不倫をするのはいかがなものか。はっきりとさせてからにすればいいのにね。せめて離婚後なら堂々としていられるのに フランスの件もあり、国会議員として人として的確かどうか、有権者の皆さんの判断はどうでしょうね裏金や不倫報道のあった議員を次の選挙で落選させるのは選挙民の義務かと思います。国会議員は地元の利益誘導をする役割ではないので、ちゃんと理念のある政治家を選んで投票すべきかと。とは言いながらも。 ちゃんとした政治家ががいいないことが一番の問題でですね。まさに、モンスター伝説ですね。そのパワーをさまざまなところで生かす試す楽しむなど教養も終わりのようなので分かっていたはずなのに残念ですだけど分かってはいても人によってはですが抑えられないのが性の問題 息抜きはもちろん大切ですが逆に息を荒げてどうすんだって話与野党共女性議員は個性的な方々が多いと思います男女問わず弁護士資格と知性人間性に相関関係はないことがまた証明されましたもちろん東大をはじめとする学歴と知性人間性も男女問わず相関関係はありません ドリル優子ブライダル雅子など他にも同じような女性議員は多い優秀な方々の発掘が必要です大谷翔平選手や藤井聡太レベルの政治家が出れば日本も発展するそもそも国民を代表する立場貧困法制でなければならないことは言うまでもない当初取材でしょうがないもう取られてるんだからこれが本性だ この言動は立場を踏まえていない議員でありながら国民を組んだ言葉ではないところどころで素性は出るものだ最近では議員の身勝手なスキャンダルや不記載をしたり金の問題まで渦巻いてる国会議員に注目が集まる原因がこんな個人的な不貞行為だなんて本当に情けないこの人は一体どんな理念で議員になったのか 国の立法府たる国会の議席に座る議員は国民の模範的行動を取らなければならないはずだしかし国民の寄り添いよりも議員という地位へのしがみつきに必死な議員が多すぎるしこんな議員らが国民のための法案を考えられるのだろうか一度与野党すべての議員の身辺調査などを実施した方が良いのではないかと思う